セセッション館結婚記念筒、ヨゼフ・マリア・オルブリッヒは、19世紀末から20世紀、初めに活躍したオーストリアの建築家。ウィーン美術アカデミーで、オットー・ワーグナーに建築を学び、ワーグナーの、建築は必要にのみ従う、という近代建築の理念を受け継いだ。1897年に、クリムトが結成したウィーン分離派に参加。展示施設のセセッション館を設計した。 1899年には、ヘッセン大公であったエルンストルート・ビヒの招兵を受け、総責任者として、ダルムシュタット芸術家村、マチルダの丘の建設の任務に当たった。1901年に、開装式が行われ、最初の展覧会が開催された。村内に、芸術家の住まいや展示会場などが作られたが、そのほとんどがオルブリヒが設計したものであった。 特に大公の結婚を記念して建てられた結婚記念塔が有名。五本指をモチーフにした特徴的なデザインを持つ。1907年のドイツ工作連盟創立にも参加している。ダルムシュタット芸術カムラ最後の展覧会が開催された1908年40歳で死去した。ありがとうございます。